ねえ、最近友達との時間が多くて、ちょっと寂しい気がしてきちゃったよ。でも、君が友達と一緒に過ごす時間が楽しいって言ってた。それはそれで嬉しいなって思っているよ。でも、ちょっと君と一緒に過ごす時間も増やしてほしいなって思ってるんだ。君の笑顔は素敵だし、一緒にいるとリラックスできるからね。そして、君のことを大切に思ってるから、もっとたくさん話をしたいなって思ってるんだ。もちろん、君が友達と一緒にいる時間を大切にするのはわかるし、僕もそれは尊重するよ。でも、君がいないと寂しくて、どうしても君に会いたくなっちゃうんだ。だから、今度は君と友達一緒に過ごす時間を作って、みんなで楽しい時間を過ごせたらいいなって思っているよ。君の親しみやすい性格や、ユーモアのある言葉遣いが魅力的だから、きっとみんなも楽しんでくれると思うんだ。ねえ、最近友達と一緒に過ごした時に、面白いことがあったんだ。ひょんなことから、昔流行ったダンスを踊ることになったんだけど、思ってた以上に楽しかったんだ。ちょっと照れくさかったけど、友達と一緒だったから全然気にならなかったよ。それに、最近自分磨きにも力を入れてるんだ。健康的な生活習慣を心がけて、毎日少しずつ運動するようにしてるんだ。体調も良くなって、気持ちもスッキリしてるから、君にもおすすめだよ。一緒に健康的な生活を送りたいな。あと、この前は新しい本を読んで感動しちゃったんだ。君にも読んでほしいなって思って、今度貸してあげるね。それに、君の好きな作家の最新刊も出たから、一緒に読んで話をしたいなって思ってるんだ。ぜひ読んでみてね。そうそう、最近は趣味の料理も新しいレシピに挑戦してるんだ。ちょっと失敗もあったけど、楽しくて仕方がなかったよ。君も一緒に作って食べようよ。自分で作った料理は美味しさ倍増だから、ぜひ試してみてほしいな。ねえ、今日も君のことを思ってたんだ。君が友達と過ごす時間は長くて、ちょっと寂しい気持ちになっちゃったけど、それでも君が幸せなら、それでいいんだよ。でも、君と一緒に過ごす時間が楽しいから、もっと一緒にいたいって思ってるんだ。君の優しさや、素敵な笑顔に癒されて、すごく幸せな気持ちになれるんだ。だから、今度は一緒にどこかに行こうよ。映画を見たり、旅行に行ったり、何でもいいから君と一緒に過ごしたいなって思ってるんだ。それじゃあ、また後で連絡するね。君のことを大切に思ってるから、いつでも話を聞いてあげるし、支えてあげるよ。